今日は節分ということで豆まきそれと豆まきを食べる日ですが、これは鶴の海苔巻き、これは海の代わりに卵で巻いたやつ、これは肘の刃だっけ、まあ忘れたけど、禰豆子の服の色、これは三次郎の服の色、これは虎の穴です、鬼神の刃か、そうだ、で味噌汁と。 ただね、僕の場合口がね開かないというのは問題なんですよ。普通の人は指3本口に入るんですけど、僕2本しか入れないんで、多分これ切って食べることになるんですけど、まあ、最初の一口はチャレンジしてみます。これはマグロの入った巻き寿司、恵方巻きかな。尻尾は南南東だから口だ。 ほぼ南側。ではいただきます。うん、うまい、うまいんだよ。 昨日はちょっと忙しくて晩ご飯うまくできなかったんで、カップ焼きそばを2つ食べて、まあ、お腹いっぱいになったんでしょう。やっぱあれは干されるね。こんな方がやっぱりこういう米食べてる方がいいんだよね。 巻き寿司はね、昔から好きでしたね。うまい。ただ子供の頃は豆巻きさせられたんですよね。まずは来て外に向かって、おにわー、外、ふわー、うち、絶叫させられたんですけど、恥ずかしくてね、子供ながらに。
困ってるのは口が大きく開かないことなんですよ。左側の副神経をぶち切ったせいで、その後遺症ですかね。これはこれでうまい。これはサーモンだ。食べるときは喋らずに一本前ほど食べるってことですよね。ベラ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 喋ってるからダメだこりゃ。まだそれないな。タイガーのトライチョウか虎の巻き。幼稚園の頃から節分前に運動面をみんなで作ったんですね。で、鼻をすごく長いようにしておいて一人ずつ違う面を作ったんですけども、うわぁ、今目の前にね、一味唐辛子の麺があるんですけど、相撲取りでね、一味唐辛子相撲取りで今目の
山に一味唐辛子があるんですけども、相撲取りにね、一味唐辛子で相撲取りで一味唐辛子で一味唐辛子っていうしこらの熟知出てこないから一味唐辛子まあいいか。ああマジだ。なんやねこのなずこねずこ寿司とあんちゃんの名前何だっけ。三十億か。三十億石。これはまた、夜か明日の朝から食べます。それでは、皆さん、ごちそうさまでした。